はい、本日ですね、こちら2024年新型になったマウンテンライトジャケットを購入しましたんでご紹介していきたいなと思います。今回実はですね、初めてこういうカーキ色っていうんですかね、グリーン系の色味を買ってみました。で、僕今までよく考えたら買ったことなかったんですよ。ブルーとか、まあ、イエローとかグレーか買ってたんですけど、どうやらこの2024年の秋冬からちょっと変わったらしいんですよ。で、どこが変わったん？それはノースフェイスさんが新型出したって言ったらすぐ買わせていただきますと。もう僕ノースフェイスさんしもべみたいなもんやから、もう新作出たらすぐ買わなあかんし、それもどこが変わったとかっていうのも素直に言っていかなあかんので、速攻ポチらせていただきました。先に言います、2024年の変わったところ2つ。まず1つっていうのがサイズ感が変わりましたよっていうところで、2つ目っていうのが、まあ、ゴアテックスが変わったよっていうことで、まあ、その2点になってるんですけど、まあ、今回もサイズは変わらず L サイズで買ってますので、いつものマウンテンライトジャケットとどこが違うかなっていうのもね、見ていきたいなと思います。では着用していきましょう。もうこのマウンテンライト僕が着てる様子もう何十回見ました。もう多分これもうヘビーリスナーさんしか見てへんから、そうそう、タクゾーのマウンテンライト見て俺も買ってよっていう人も非常に多いと思うし、タクゾーのマウンテンライト、これを見ると季節の変わり目ですね、風物詩、お彼岸と一緒なんですよ。暑さ寒さも彼岸までって言うんですけど、3月と9月になったら大体マウンテンライトが出て、3月9月ぐらいが大体お彼岸のシーズンなんですよね。だからそのシーズンになったら赤い花か、まあ、僕を思い出すっていうところが、まあ、このマウンテンライトジャケットのね、名物詩なんですけど、これどうですかね、サイズL サイズです。確かにちょっと大きなったかなと。で、一応公式サイトを見た時にはどこが大きなったかっていうのもあったんですよ。だからその辺も話してはいくんですけど、お値段が変わっています。昨年購入した時っていうのが確かこの品番が NP62236 っていう品番やったんですよ。で、そこから品番が変わって今回が NP62450ということになってます。で、サイズは両方とも L サイズなんですけど、値段がね、今回から4万円の消費税、4万4000円ですね。で、前回までが3万8000円やから2000円値上がりしてると、前々回から比べたらかな、それぐらい値上がりはしてます。だからちょこちょこ、ノースフェイスはもうボディーブローみたいな感じでちょこちょこ値上げしてくるからね、アークみたいに一気にドーンって2万3万上げてくることはないけど、ちょこちょこ上げてくるっていう感じがノースフェイスらしいなって感じですけどね。まあ、この色味に関しては特に真新しさ全くないんですよ。っていうのもこのニュートープってもう5年ぐらい前から出てる色味、マウンテンライトでも出たことあるし、もっと言ったらマウンテンダウンジャケットとかバルトロライトジャケットとか、まあ、そういうのでも結構使われてるから、まあ、ノースフェイスお好きな方とかっていうのであれば、まあ、基本的にはそんなに新しい色ではないんですけど、僕自身がこういう意外と今までノースフェイスのこういうニュートープ系は着てこなかったんで、まあ、Gパンとかでありますよね、こういうデニムとかと合うかなって感じたんですけど、まあ、ノースフェイスのマウンテンライトジャケット着て G パン入ってたら、もうこれはもうラーメン屋行く格好ですよ。ラーメン二郎並んでる時の格好が大体この格好で皆さん並んでますので、まあ、ラーメン二郎スタイルとでも言いましょうか。で、今回のね、まずその変更点いきましょう。サイズ変わったって言ってたんですか。で、サイズがどう変わったんかっていうところを見ていきたいなと思うんですけども、サイズがね、公式サイト見てる感じ、ここが変更あったんですけど、着丈の長さと、あと雪丈っていう、このまあ肩からその袖にかけてっていうのがちょっと大きなっとって、だいたい1センチか2センチとかそれぐらいだったんですけど、ちょっと大きなってたんですよね。それがまあどれぐらい違うんかって感じなんですけど、確かに袖は長く感じますね。今までのやつよりちょっと袖長いなっていう、両方ともストーンと下ろすとこれぐらいなんですよね。ほんま指ちょっと出るかなぐらいな感じなんで、結構長くなったような感じ。ただこれってね、1、2センチ伸ばすだけで全然違うんですよ。だからめちゃくちゃ大幅に仕様変更してるわけじゃないんやけども、身幅が1、2センチ伸びてる時ってあんま分からへんけども、丈に1、2センチ伸びると全然違うっていうところがありますので、まあそういうところでちょっとね、大きく感じる人、レビューとか見ててもちょっとサイズ大きかったですみたいな、ちょっと大きめ買おうと思って、普段僕 L なんですけど XL 買ったらちょっと大きかったです、やっぱ L でも良かったですみたいなレビューがあったんですよ。それは多分着丈がちょっと長くなってる、でこっちの丈も長くなってるんやけども、まあ、これはもともとこんな感じだったって言われたらこんな感じもするから、そこまで長くなったかどうかわからない。次ちょっとインナー着てみましょうか。じゃあまず最初はノースフェイスが公式にジップインジップを推奨してるアコンカグアっていうね、ダウンジャケット、これを着ていきたい。これダウンやったような気するんやけど、まあジップインジップするようですけどもね、これを着た状態でちょっとジップインジップその面倒くさいからどれぐらいきついかみたいなことなんですけど、全然楽勝ですね。そうなんですよね、マウンテンライトジャケットってこの着方したら冬もいけるんですよね。思い出してきましたついうっかり忘れとったけども、毎年僕いつもね、冬になったらもう喋りまくって飽きてくるんやけど、秋ぐらいの時とかって慣れてないから、来た時に朝やった去年もこんなこと言ってたとか思い出すんですけど、そんな感じ。確かにこれ冬着てもいけるなっていう感じですね。身幅は全然気づないけど、やっぱ丈はちょっと長いですよね。中着るからちょっと上にヒュッて上がってくるかなと思ったけど、そんなことも特にないし、そしてちょっとさすがにヌプシはちょっとごつなってくるかなと思うんですけど、まあ、ヌプシでもいけんことないんちゃいます。ヌプシ着た状態でマウンテンライト、サイズ感は全く問題ないですね。ただ首周りがちょっとゴツゴツするな。
首周りに違和感あるな。あ、でもいけんことないんか。こんな着方しないですけどね。こんな着方せえへんし、この格好で歩いてたらお前サバゲー帰りなんていう感じじゃないですか。お前サバゲー、山奥のサバゲーでも行ってきたんっていうようなスタイルなんですけども、ちょっとそれは一回無視しましょう。スタイリングがいいとか悪いとかその話は無視して、着込めるんかっていうことなんですけど、あ、全然いけますね。キャンプとかやったらこんなんでもいいんかな。あかんあかん、燃えますね。椅子がいいんやろ。ラーメン二郎ですね。冬のラーメン二郎マジで寒いから、並んでる時ほんまに寒いと思うので、まあそういう時風邪ひかんようにねしていただきたいなと思います。ちなみに去年モデル来た時どうやろうね。どれぐらい違うか。あ、やっぱ丈はちゃうかも。袖丈がちゃう気しますね。前の身頃はほぼ変わりないけど、袖丈がだいぶちゃいますね。2センチぐらいちゃうかな。うん、2センチぐらい違うね。で、これが僕らにとってどういう影響あるかっていうと、ちょっとロンティーの上で着替えてみたんですけども、余り方ですよね。ここのバーンとクシャクシャっとしたこのクッションの余り方がどれぐらい余るかっていう感じなんですけど、旧モデルやったらこんな感じで、新モデルやったら、あ、でかいね。比べるとでかいですね。最初比べてないから全然わからなかったけど、比べると全然ちゃいますね。この辺のもうもたつき感が結構違うかなと思います。だからまあこういう風にワイドパンツっていうか、ちょっと大きめのパンツ履いてる時やったら合うと思うんですけど、ちょっと細いパンツとかやったらもしかしたら合わへんかもしれないですね。で、次ゴアテックスの変更なんですけど、これゴアテックスの変更はね、以前ベータライトウェイトジャケットとかの時にそこのレビューでも言ったんですけど、今年からゴアテックス変わりましたよと。で、ゴアテックスって確か以前のタグこんなんやったじゃないですか。はいはいはい、確かに黒に黄色でゴアテックスの話ずっとこんなことして喋ってたけども、今なんかこういう感じになっちゃったんですよね。で、このゴアテックスバージョンっていうのが2024年からのゴアテックスって大体もうこれなっちゃったんですよ。ゴアテックス自体がこうなったから、別にノースフェイスやからとかアークテリクスやからとかパタゴニアやからとか関係なく、全部のゴアテックス今年から出たモデルに関してはこの新型モデルっていうか、特に新型やから何言ってないんですけど、非フッ素、フッ素を使ってませんよっていうところになってるので、まあ、今後そういう環境に対してやっていくみたいなことが多分あると思うんですね、ゴアテックスの会社の理念として。なので僕らからして特に生地触って非フッ素かっていうことはないので、表地裏地真ん中のメンブレンの話が変更してるだけの話なんで、表地破らないとわからないのでね、まあ、僕らからしたらあんまり恩恵はないんですけど、それやからタグ変わったんやぐらいで思っといてもらったら結構です。非フッ素になってんやと、今までフッ素を使ったけども非フッ素になったんや、もうそれだけで OK かなと思います。で、より詳しく知りたい方はそのさっき言ったベータジャケットかベータライトウェイトジャケットの時に喋ったんで、そこを見ていただければなと思います。だから今回のマウンテンライトジャケットを買う時に絶対持ってるでしょ。もう持ってないということはないんですよ。だいたい一家に一着はね、この動画見てくれてる方は持ってるんですよ、マウンテンライトジャケット。だからマウンテンライトジャケットを持ってる人がゴアテックスが新しくなったから買おうっていうモデルではないんですね。サイズ感が気に入ったと、ちょうどこれ丈伸ばしてほしかったんと、もっともっとも手が長くてもう手がブランブラン邪魔でしゃあなかったんっていう方はいいと思うんですけど、それ以外の方に関しては実は旧モデルが3万円前後で売られてるんですよ。だからこれよりも1万5千円くらい安く売られてるし、もちろん新品とかで、要は去年までのモデルやけど売れ残ってるやつとかがセールとかに出てたりするんで、それした動画説明欄貼っとくんで、もし気になる方はねそこ見てもらったら、そんなに違いがないんやったら旧モデルでもいいかなと思うし、いや今の新モデルがどうしても欲しいと。で、今年の新モデルに関してはそんなに真新しい色も出てないんですよ。その王道のこのニュートープっていうカラーであったり、ケルプタンっていう色味であったり、なんかそれ見たことあるなみたいな色味結構多いんですよね。だから持ってある方は全然もうスルーで OK かなと思うし、まあ、今回実はこんな人いてるかわからんけど、タクゾーン動画初めて見てんと、このマウンテンライトで初めて見てんと、まあ、基本もう大体もう既存の視聴者ばっかりですわ。もうあのタクゾーンと言ったらマウンテンライト、もう何回もこの話聞いてるよ。このもう一個上がラオジャケットって言って最強なんやのって、それはもちろん知ってるよと。で、これ1個下がるからなんかケンシロウとか言ってたよねとかいう話もみんな知ってるんやけども、中には新規の人見てるから、まあ、その人やったらもしかしたら、旧モデルを買った方が安く済むかもしれんし、いやそれでも俺は新モデルっていうか欲しいっていう方はそれそれでいいかなと思うんですけど、もしね新モデル買う方でこのニュートープ買う方がいらっしゃって、ラーメン二郎が好きやっていう方はこのスタイルで並んでいただけたら、まあ、ちょっと大阪にラーメン二郎がないのであれなんですけど、僕東京行った時とかにたまにラーメン二郎行ったりするので、その時にラーメン二郎コーデで喋りたいなと思います。だからって言ってなんか話が盛り上がることはないんですけど、まあそんなところでね、ちょっとでもこれで農政さんのね役に立てたかなと思います。だからまあ新しいすごい新機能搭載は全くないので、まあ、従来の今までのスタイルなんですけども、まあそれの中でまあカラーであったりとか自分の似合う色とかっていうのが絶対あると思うので、もう先に言うと僕これめちゃくちゃ得意な色なんですよ。このニュートープってもう僕めちゃくちゃ得意な色味やから、まあ、これが苦手な人もいてるんですね。こういうくすんだ緑がおじいさんみたいとか作業着みたいに見える人もいてるから、全員が全員
全員いいっていうわけじゃなくて、自分にね似合う色味をね持っていくのがいいんじゃないかなと思います。で、大体気合入ってなくて外出かけた時ってあるじゃないですか。ちょっとコンビニ買いに行こうかな、プリンでも買いに行こうかなっていう時に限って知り合いに会うんですよ。なんでこんなに頭ボサボサで寝巻きの時に限って会うねん、普段全然会わへんのにっていう時あるじゃないですか。そういう時なんかもマウンテンライトを着ておけばまあ安心。この人休日のオフの時で頭はボサボサやけどもマウンテンライトちゃんと着てはんねんなと。だから、まあ、すごいおしゃれではないけども、まあ、身だしなみね気使ってんねんなっていうのが分かるかなと思いますので、まあ、僕のおすすめの使い方としてはラーメン二郎、それ以外にやったら休日のコンビニに行く時のスタイルとしてどうなんかなということで、こちらマウンテンライトジャケット2024年のね紹介をさせていただきました。まあ、僕個人的にはもうマウンテンライトジャケットってそこまでおすすめの感じではないんですけど、やっぱりおすすめっていうとね、今からマストバイマウンテンパーカーベスト3選っていうのを取ろうと思ってるので、それを見ていただけたら、あ、こいつのおすすめはこれなんやと。で、理由もペラ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 喋っていきますので、ぜひねそちらを見ていただけたらなと思っております。ということで本日はですね、マウンテンライトジャケット2024年の新型を紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。